よろしくお願いします。私が与えられているのは10分ということで、なるべく10分以内でおさめようにいたします。まずですね、せっかくですから、B4 版のものですね、各国の制定で今ご紹介ありましたけれども、これからちょっと説明をしたいと思います。緊急事態は後でゆっくりやりますので、これですね、なんかお前見たことある、こんな見たことあるというふうに思われるかもしれませんけど、世界の憲法は前に変わっております。ですからこれ微妙に前持っていらしたですね、資料と違いますので、もし私の使う場合はこれが最新版でございますの でそこでですね、まず第一に各国憲法の制定年、1944年と改正の実際でありますけども、これ一つ一つ言いません、時間ありません。下のアンダーライン見てください。日本国憲法はね、世界の憲法の制定年ずっと並べてみたら、新憲法と言われてますけれども、今や古い方から14番目なんですよ。それから一見してご覧になってみてください。世界の憲法はかなり頻繁に改正しておりますね。これが世界の憲法の実際なんですよ。ちょっとね、一つだけエピソードを申し上げたいと思います。ノルウェー、これ分からなかったんですよ。で、ある本見たら、400回以上とかだったもんだから、出たノルウェーのなんですかホームページにね入って聞いてみた。私は世界の憲法が出て、お宅の憲法改正よく分かりません、何回でしょう、ホームページに聞きました。ノルウェーの司法省から回答がありました。私たちも分かりません。一箇条でも変えたら天地がひっくり返るかって、だいぶ違うんですね。もう初回も変えたら憲法変えば当たり前じゃないか、当然のことなんですよ。一つ一つ申し上げませんけどね。それから次の、平和条項の対応と再起こす、これもですね、世界の憲法を見てですね、何か日本の憲法は世界で唯一の平和憲法、とんでもないですよ。189ね、これね、189それでも大変だったんですよ、簡単に言ってますけどね。で、それ189見たら、私17にこう分類してるんですけど、世界の憲法は159でこの分類に入る、条項を持ってます。日本の憲法が世界で唯一の平和憲法、違います。世界の憲法は今やもう平和条項は当たり前のことなんです。一つだけこれもね、申し上げたいと思います。13、外国軍隊の通過禁止、外国軍事基地の非設置、マルコス大統領の後、アギノ大統領、憲法作りました。1987年、平和憲法、その象徴が自分の国からに、外国軍基地を置かない、外国基地を置かない、セビック、クラーク、アメリカ出ていきました。その後何になりました。中国がその感激を持って、ミスチルショー、スカボロー賞、その他、もう完全に人工島を作って、軍事基地化していくじゃないですか。そういうことから見ると、我が国にとってもね、決して一言ではありません。ということで、平和を担保する面の戦時力、軍事力、当たり前のことなんです。この平和条項を持っていて、国防力を持っていない国はありません。小さい国は別ですけどね、太陽に小さい国なんか別ですけども。さて、そこで今日の、題でありますけれども、1990年2月からね、昨年5月の9月にネパールまで、全く新しい憲法ですよ。全く新しい憲法がなんと103カ国できてるから、これこの間まで102カ国だった。だから私の引用し102カ国というね、ありますけども、103カ国、今日も毎日から行け、明日の読み入れも103で出るはずなんですけれども、そこでですね、これも一つ一つ時間ありません。そこでですね、まずこの平和条項、これはもう103カ国に101カ国、そしてもう一つ今日申し上げたのが括弧9です。国家緊急事態、これを新しい憲法で制定していない国はゼロであります。 100% であります。何を言いたいか、世界の憲法は一方で不安を歌う、それでそれを担保する意味で国防力を持つ、そして万が一何かあった場合はどうやって憲法秩序を守るのか、そのための緊急事態条項はごくごく当たり前のことなんです、当然のことなんです。ということで、
まあ実はね、まあ国際、これちょっとね、国家人権規約になっておりますが、国際人権規約、債務ですからね、ここではちゃんと国際人権規約になっておりますけれども、まあ、時間がありませんので、第4条、ごく早く読みます。国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において、その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、その条約に基づく、基本に違反する措置、要するにですね、重点規約ですから、守らなきゃいけない。でも、その国が緊急事態にあった場合は、守らなくてもいいと、措置を取ることができる。はっきり書いてあるんです。ただその、当該、締約国の国際法に基づきを、他の義務に抵触したなど、また人種、皮膚の色、性、言語、宗教、または社会的出身のみを理由とする差別を組んではならない。そしてですね、もう一つは、こういう緊急事態を取ることができるんだけれども、その場合は、生命に対する、まあ、権利の保障とか、守るとか、こういうですね、奴隷的状態だとか、契約的に売り子に対する公金の禁止だとか、訴求出発の禁止、人として認められている権利の保障とか、人良心、宗教の自由、こういうものは、これは、やらしちゃいけません。そういうものは守りなさい、ということでですね、まあ、その、もしそういう措置を取ったら、国連の事務総長に通知しない、こういうことで1966年のいわば国際規範ですよ。国際規範がですね、完全にもう緊急事態条項を認めているということなんです。それでですね、まあ、時間の関係も、ありますので、フランスちょっと一言言いたいのはね、国民から解散することはできない丸本があります。スイス憲法も当然のこととして、これは憲法に規定されています。そしてまあ、スイス政府がですね、国民全体に発行していた民間防衛という本がありますけども、これ見るとこんなことがあります。我々の義務は被害を最小限に食い止めるために最悪の事態に備えることである。戦争がなくても我々は恐ろしい災害や重大の危険に脅かされる可能性がある。ダムの破壊や人工港の、破壊による洪水についても考える必要があるし、また核実験による大気圏の放射線についても考えておくべきだろうという、この民間憲法委員長はですね、こういうものについて、かなり核シェルターにどういうものを入れるとか、細かく書いてあります。これが衛生中立をね、保っていく大きな原則であるということです。そこで、まあ、私が言いたいことはどういうことかというと、世界の憲法しろじゃありませんか。緊急事態条項の導入は、ここに書いてある通りですね、もう世界の憲法常識、当たり前な緊急事態条項を入れるということが、もし立憲主義に反するということであれば、世界で立憲主義国家ゼロになってしまうじゃないですか。当たり前のことなんですね。なぜ憲法条項が入ったかというと、これはね、昔青瀬名光さんといって例外してやった。例外ではもう政府ができたんです。でも政府に例外対でやらせると、いろいろやっぱりどうしてもね、権力乱用する恐れが、だから憲法で入れることによって立憲主義を守る、憲法秩序を守る、これが世界の憲法の常識なんです。我々は常識で考えるじゃありませんか。それからですね、まあ、基本的人権の要件としての公共の秩序、まあ、世界の憲法をしろということで、なんかね、まあ、ある大きな新聞社、自民党の憲法草案、公共の秩序、とんでもない。これはですね、国際人権規約、見られたのかなと思いますよ。思想良心の自由を制約するのにね、公共の秩序、公共の安全、道徳、そういうことによって、信教の自由を制約してもいいと書いてあるんです。表現の自由は国家の安全、道徳、公共の安全、公共の秩序、これによって制約することは可能であると国際人権規約に書いてあるんです。世界の憲法はそれ多いんです。そういうやっぱりね、世界の憲法を知るということから、まずやっぱり憲法論を論じないと、非常に私から見ると小さな小さな小さな憲法論を論じている。ということで、家族条項、家族は社会の自然活動、基礎的な基礎単位である。社会を国による、保護を受ける、権利を有する。まあ、さっきね、渡辺先生おっしゃったけど、こういう規定は非常に多い。憲法全般、先ほどもおっしゃいましたけど、各国ともその国の歴史などを踏まえた独自性、普遍性と独自性、
普遍性と個性を入れているのが世界の憲法の全文なんです。我が国の憲法はまさにコピペであります。オリンピック・パラリンピックのエンブレムと違うんです。オリンピック・パラリンピックのエンブレム、これを公募しましたね。私は憲法全文こそ皆さんの声をね結集して、そして憲法審査会でまとめる、それを国民の声として全部にやっていくんじゃないか。それを見ることが近いです。いずれにしましても、もっともっと世界の憲法を知るという点から広く憲法を論じようじゃありませんか。じゃあどうすればいいのか。これからは独り言であります。皆さん のチラシが減っております。どうすればいいか、ここに減っております。西尾さん先生の本、6月初流出版が始まりで、世界の憲法を知る、これをご覧になっていただければ、世界の憲法がどうなっているか、全部がどうなっているか、憲法改正上どうなっているか、こっちの中時代どうなっているか、まあ、全て分かることになっております。まあ、そんなようなことでですね、まあ、今日は時間の関係でですね、十分申し上げることができませんでした。まあ、そんなことで緊急事態は何必要かというと、立憲主義が必要だからなんです。立憲主義を維持し、憲法秩序を守る、これが世界の緊急事態に対する常識なんです。常識で考えていこうじゃありませんか。ということで、まあ、時間がね、調整時間となりましたとなりまして、10分ぐらいになりました、まあ、ということで皆さんですね、まあ、私今日言ったことをちょっとなんか早く知らったかと思いますけど、ぜひお楽しみに置いていただいて、世界の憲法の中から日本の憲法を見ていく、普遍性と個性、特性、こういうものをどうやってミックスするか、それが憲法論議のあり方だということを強調して、私の私とさせる。どうもありがとうございました。